はい、こんにちは、おゆです。今日はですね、ちょっと面白いゲームを見つけたんで、やってみたいと思います。初プレイなんで全然何が何だかよく分かってない状態なんですけど、やってみたいと思います。タイトル名はソーセージレジェンドタイトル名で笑っちゃいますよね、これね。じゃあシングルプレイやってくれって何か出てくるので行ってみましょう。どれソーセージの動きやつね、なんかトレーニング、画面を長押ししてパワーを貯める。ちょっと長押ししてみますね。あ、ゲージだった。指を離して攻撃もう一回行ってみよう。攻撃おー、なるほどね、相手のゲージが減ってこのスローモーションやめてお、クリアしたらコインがもらえますと。ソーセージ降臨、ガチャ的な。おお、なんか来ますよ。あ、刺さった。両手彫りソーセージ。ほう。ライフ100、スピード60、パワー20。出現確率。こういうの、なんだろう。ノーマル、レア、スーパーレア。あ、なんかこういうのがあるんだね。すげえな、ドラクエの勇者の剣みたいに刺さってる。お、じゃあ次もう一回シングルプレイ。ね、あ、ニックネーム、こういう。お、ホットドッグレベル1。あ、これさっきの両手彫りそうだ太め太いけど短い。あー、ホットドッグね、理想的なのはホットドッグですよね。こっちはパワーありそうだけど、じゃあとりあえずちょっとね、ホットドッグでいってみましょう。お、アンデューイソーセージ。ゲージを止めて離す、ゲージを止めて離す、ゲージを止めて離す。何このゲーム無駄ソーセージ、離す離す、よしよし、順調順調、いくよ。スジュク、スジュク、あ、しまった、離す。お、当たってない。あ、食らってる。よし、うぅぅ動きリアルだな。結構柔らかめのソーセージね。あ、細い、細いね。ちょっとそれじゃなかなか満足できないんじゃない。トドック最強説ね。うわ、ボスっぽい、シシカバブなんか今までと毛色が違うよ。あ、強い。あ、叩かれるとゲージ戻っちゃう。シシカバブと和解し和解したんだあ、どんどん行くな。いけ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 、ブラートブルスト。あ、レベル2になってる。あ、当たってない。あ、なるほど、ブルンブルン揺れてる時になんか当たらないタイミングがあるんだ。あ、シシカバブのさっきのボスのレベル2。ああ、なるほど、 HP が戻ってない。あ、なるほどね、どこまでいけるかっていうゲームなのかな。あ、当たってない。おれおれほら、意外とコツがいるかもしれない。ウインナーウインナーだ、皆さんおなじみウインナー。こうやって見るとホットドッグ太いな。よし、いいね、いくよ。うわ、ゴーが出てきた
開けちゃった。餃子に開けた。あ、ちょっと待って、これタイトルなんだったっけ。え、ソーセージレジン。あ、そういうこと。餃子に開けソーセージっていう。もう分かんない。僕今んとこヨーテボリ、ヨーテボリでもないな。こんな太くさないもん。ホットドッグ。あ、ヨーテボリ同士の対決だ。うぇ、先っぽ、先っぽの入れ具合。あ、すごい。魚肉ソーセージ来ました。太さ対細さっていうか長さ、どっちの方がいいんだろう。男としてはね、太さも長さも欲しいところだけど、ごめんなさい、何言ってんの。キュウリンゲンソーセージ初めて見た。なんだよ、ちょっと大人がタイプ多くない。ヨーテボリ届かない。いや、今またヨーテボリだ。めちゃくちゃ強く感じる相手のヨーテボリが。はい、ということでソーセージレジェンドにやってみました。これはちょっと意外と話しちゃう。男性の方は僕のはどれか、女性の方はどれだったか、そんなことを考えながらやってみるのが面白いんじゃないかなと思います。僕のはわかんない、ホットドッグのようなのは間違いないですね。はい、ということで、以上ウユーでした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。じゃあ、またね。